ホンダのストリームという車です。どういうものか、これはシビックと同じものだというんですが、なるほど、プラットフォームの一部はシビックと共有しておりますけれども、実際にはかなり長さ方向で長い車でして、私はシビックの同類ではないというふうに思っていますが、そのストリームという3列シートを持ったミニバンというカテゴリーの車です。で、おそらくは3列シートの車の中ではこのサイズは小さい方に入るだろうと思います。私に言わせればもう少し短くてもいいというふうに思うんですが、まあそんな車に仕上がっています。で、長い間ホンダはホンダのユーザーに、随分着座点の低い車を提供し続けてまいりましたけれども、箱型の車を作り始めてから急に目覚めたように着座点を高くいたしまして、乗降性を上げるというような努力を始めまして、この車も座面は随分高い位置にあります。で、高い位置にありますが、シートの形がまたこれもホンダのシートというのは特殊な格好をしてまして、妙にのけぞった格好で、乗らなきゃならなかったんですが、これは肘を緩めて、ハンドル操作ができるような位置に、それなりの高さで、しつらえてあります。で、こういう車に乗ってみますと、なるほど、車というのは長さ方向よりも高さ方向に伸ばしていった方が、居住性は良くなるものだということがよく分かります。で、エンジンは2リッター4気筒エンジンに可変バルブタイミング機構をつけていますが、これが今まではホンダのものはポンポンと2段に切り替わるというようなものが多かったんですけれども、これは連続して、バルブをコントロールするというものになりました。この方がずっとやっぱり気持ちのいいもんです。加速の仕方も今までのように音が2段に変わるとうーわーっと変わるというようなことがなくなりまして、ジェントルな印象で使うことができますし、トルクの発生の仕方にも段がつきませんので、ある意味では扱いやすくなったと思います。で、トランスミッションのセレクターはこうやりますとマニュアル風に使えます。今5速で走っています。で、これをこう下げてやりますと4速になります。こうやりますと3速になるというふうに、上へやるとギアが上位のギアに移るというマニュアル風にも使えるようになっています。で、これを定位置に戻してやると自動的に1から5速のドライブまで自動的にやります。で、操作は全体にしやすい。それからエクステリアはストリームという名前にふさわしい、うまい類的型といいますかね、そんな形に出来上がってるんですが、後ろから見るとややくどい感じがします。後ろの特にライティング関係がとても大きくて、稲荷の鳥居みたいに真っ赤になって、それがちょっと私個人には違和感を覚えます。それからこの車のボディの作りで、私は個人的にあんまり嬉しくないなと思うのは、このボンネットの取っ先が一体どこにあるのかよくわからないと、こうスランとしてますんで、わからないということです。まあしかしうまくまとまった車ですよ。いつもと違った山坂道へ持ってきました。で、乗った印象は、着座点が高いですから、ヒップポイントなんとも言うんですが、着座点が高いので遠くまで見晴らして、走れるので、こういう車の方が今までの乗用車よりいいという人が
RV ブームで随分たくさん出来上がったろうと思うんですね。そういう点では、この車の着座姿勢は、新しい安全性の一つの基準になるかもしれません。で、火事の効き方は、スポーツカーのように割合に、こうダルなところがないといいますかね、ダイレクトな感じで直接的な感じで、しかも遅れがないというようなものです。神経質な人がこの火事になれるのには、少し時間が必要かもしれません。ただ慣れてしまうと、こういう火事はスポーツカーのようで扱いいいというかもしれません。で、走り味は、まあ、適度な固め、背の高い車ですから、どうしても足回り でしっかり押さえてやらないと、ロールがこう横傾きが大きくなったりするもんですから、カーブでの横傾きを保証する意味もありまして、不自然でないように走らせようとすると、足回りのバネやダンパーはやや怖めに設定されているもんですが、これもその例に、違いませんで、よくこうスタビリティを保つなんて言うんですが、水平の姿勢を保とうとするのがよくわかります。もちろん背が高い車で、カーブでロールは起こります。横傾きはいたします。横傾きはいたしますが、いきなりグラッとくるような傾き方をしないというのが、設計者の腕の見せ所なのかもしれません。とにかく今までのホンダの車とは少し違った乗り味で、違った操縦感覚を持った車だと思います。燃費と騒音の報告をいたしました。燃費は運賞の審査値で 10-15 モードというモードで測りまして、1リッターあたり 13.6 キロということになっています。私どもの方は約400キロほど走りまして、市街地3分の1、山岳路3分の1、高速道路3分の1ぐらいの割合で使いまして、平均の燃費が1リッターあたり 10.3 キロでありました。騒音は時速100キロの時にいつでも計測する場所で音圧を測りましたところ、65デシベルから66デシベル近辺でありました。測った箇所はドライバーの耳元あたりで測りました。後ろから前まで、言葉が途切れて聞こえないというようなことはありませんで、会話ができました。音質はやや高周波音の多い音だったと覚えております。